えとね、土縁が今あるのが、えーね、165っていうのが1点だけかな、ちょっと待って、今、ちょっと,ょっと在庫を見てみますねリユースショップ、桜屋を営む、玉内明子さんここでは、住民から持ち込まれたリユース品である学生服などを販売しています。 去年11月のオープンからまだ1年ですが、安く手に入る学生服を求め、電話や来店者で店はにぎわいを見せています。この日は来年、中学校に入学予定の男の子とその父親が来店しました。いいんじゃない,い,い,んじゃないどうどう中学生だねもう。 ね、ちょっとお父さんうるうる <laughs> よくいるんです。ここ着てきて、て <laughs> って泣くお母さん <laughs> 着。着るとなんか時間はきますね。そうそういるいる。リーズナブルに買えるという手に感謝どう,う。それはすごくありがたいですね。うん、新品だとまあすごく金額が,が張るって。ここ10年、学生服は4000円以上値上がりしています。 原材料であるウール生地の高騰などが理由です。サイズとかあの種類をいっぱいいっぱい揃えておけばあの本当に必要な人にすぐあの販売できるのでお母さんたちにあの役に立つかなと思うので。もともと玉内さんは看護師をしていました。およそ25年続けた看護師を辞めて。 今のののの仕事をを始めたたたは子どもの貧困問題に興味を持っっがきっかけでしたフードバンクさんのチラシっていうのかなチラシリーフレットを学校からもらってきてたまたま手に取ってみた時に子どもの貧困っていうことがこう書かれてて本当経済的に大変っていう家庭が身近なところにあるっていう。 のをこう目にしたときに何かできることがあるのかな。日本で制服を採用している公立中学校は98.4%。入学時にかかる費用は教科書代や給食費など一人当たりおよそ18万円かかります。2018年の母子世帯の平均年収は306万円。 学生服の高騰に加え、普段の生活費や入学費用もとなると、生活の重い負担にお話ししてると,、うんとあ、シングル、シングルなので、すごくこういうお店助かりますっていう方は、よく、うん、お多いですね一生懸命頑張ってるお母さんたちには、やっぱり本当、こう綺麗綺麗な新品と同じくらい綺麗なのを。あの 来てほしいな家計の支えになりたい玉内さんのその思いもあり桜屋では幼稚園から高校までの制服や体操着などどの商品も新品のおよそ二割から三割の値段で販売していますゴミになるんじゃなくてそれがまたこう生かされてそれが本当に必要としてる方にちゃんとこう 手に渡るっていうのは、制服の価値をまた発揮できるっていうか、ものを本当にこう、使い終えた人から必要とする人へ、経済的にも環境にも優しいリユースの存在が、今後も注目されそうです。